どうはゼットロン、ミヤトン、ユダダン、ダイダーミヤトン、ユオキで全力でダンス高校生楽しんでみたイン、お互いダイダー。それでは今宵もハッピーハッピーダンショー。お題が、知り合いに一人がいるあだ名の名前で、あだ名ね、じゃあドゥドゥゲイ。勝った人がこれは払えると。はい、最初はドゥ、じゃけほい、シャイ。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。昭和のがいっぱい、もう食えない。はい、はい、さっきも言ったけど俺一番目食いたい。いやいいね。いいねいいね。マジで一番目食いたい。行こう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 。なになになに、入らないって言っただけだからめっちゃ入るよ。こっちですこっちですこっちです。あーぶちズドン、はい、到着しました。てか結構入りますわ。全然入る。一番目別腹だもんだって。か全然別腹。全然入んない。一番食えないやつが一番いい。繊維のが一番嫌だ。なんと言っても一番払ってないもん、お前が。もうお腹いっぱいだよ俺。今何ですか。お腹いっぱいって言いました。はい、男気ない発言です。はい、だからこれを挽回するには、これを挽回するにはお前が次出すの言え。グーで、グーで、オッケー。じゃあ俺ら全員チョキ出すからな。分かった。一発殴られるのとグー出すのどっちがいいか分かるよな。オッケー。せーの、男気じゃんけん、じゃんけんほい。めっちゃビビってる。素でチョキ出すやん。え、俺グー出してる。いや、チョキでしたよ。俺パーだった。だからじゃん、アイコになるのよ。じゃあどうするこの状況。よし、終わり。マジでやばい。もうマジでやばい。何のやばい。え、これだ。見えてる見えてる。いやいや、男気だけね。ここで小中高あるある言っていいですか。小中高あるある。幅広すぎ。はい、オッケー、見えた。震えるほど心燃え尽きるほど熱く。これも見てた。あー、赤色のパンティ。それでから放てこの。さあガチ勝て。ここだけやっとくわ。俺エンターテイナーだよ。いやガチ大気勝て。俺マジでもうさっきせいや負けてるから、あの、いや、おごりたいよ、みんなにおごりたいんだけど、あのつまんなくない流れ的にみんながこう平等におごって。まあそうだね。今俺ちゃんと取り高意識してるから。いいよ。おっとこおきじゃんけん、じゃんけんぽい。うわー、おめでとう。びっくりした。おめでとう。やっべ、間違ってる、間違ってる。やばい、待って。じゃあ次いきます。あ、ちょっと余談いい。余談いいよ。このほくろマジででかくなりすぎてて、ちょっと多分ガンかもしれない。結構素で。ごめんね。じゃあちょっと俺余談いい。ゲイ。これなんだ、ミス。なんかこれ勝つぞ。これ多分勝つぞ、これ今回。じゃあ私は。いきまーす。おっとこおきじゃんけん、じゃんけんぽい。いやー。まあやっぱね、財布重いわ今日。え、全然出したい、みんなに。無駄様、ご無駄様です。無駄様、無駄です。絶対見たことないですよ。一人だけ違う。一人だけ違う。せいせい。ありがとうございます。あ、で、買ってきたわ。はい、持ちにくいよ。お待たせしました。持ちにくい。そうでしょ。あと一つでしょ。はい、はい、大さん、普通です。普通です。みんなの笑顔見れれば全然キャラで勝つ。なんで大輝持ってないんですか。なんで大輝だけ持ってない。俺みんなの笑顔が見たいだけ。ただいや絶対違うでしょ。絶対違うでしょ。どうしたの。ぶっちゃけてみ。財布の中ないんじゃない。軽くなりすぎたんじゃない。先生。でもちょっと食べたいとは言ったじゃん。カメラ回ってない。言ったけどもさ、お腹いっぱいじゃん、もうぶっちゃけ。ぶっちゃけお腹いっぱいでしょ。いやだ、ぶっちゃけ金ないんでしょ。だってこれだと払って俺貸してあげたんじゃない。いや全然そんなことないです。え、もう金はもう俺は YouTuber ですよ。今さ1分半カメラ回ってんの、うん、一言も喋ってないやついいんだよ。もうフェードアウトしたいよ。頑張れ頑張れ。お前なんか頑張れ。何頑張る。一回食レポ行こう。あ、いいや、食レポ行こう。あ、そうなんだ。なんでなんでゆうたが行くの。
何が違う。だこういうやつのせいで死んじゃうんだからこれが。先生いやいやいいね、だから普通に自分で食べて食レポすればいいじゃん、うん、はい、食レポすればいい、すればいいじゃん、アナリピーズかお前は。どうどうどう、まぐい、やばすぎだろ。やばすぎだろ。ちょっと皆さんごめんね、ちょっといい、トウモロコシ飴にだ。なんで飲んでんだよさっきから普通に。いったいったいった。いちご飴1個余ってるからいいよ。食べたい人。いちご飴食べたい人。待ってということで、俺今一回時戻しました。俺一回だけ本当やりたいことあって。何？いちご飴。顔出して、顔出して。ほら、行って行って。さすが手は雨だから。ガラス瓶かと思った。はい、次見たいやつ。もう一回大事なの。おい、行くよ。腰がいい。行くよ。行って、マジ痛い。マジ痛い。はい、じゃあこれ食べたいやつ。これ食べたい。食べたいんかよ、お前。せいせい。マジごちそうさまでした。ごちそうさまです。全然いいよ。じゃあ最後はさ、もう高校生らしくプリクラ撮って終わろうぜ。イエーイ。みんなおじさんだから疲れてる。あ、着いた。あ、着いた。プリクラノア。ノア、ちょっと思い出すな。やめとけ。せいせい。人気ナンバーワンプリクラ、エミチューです。こちら2兆か 6.3。 すげえ。これどれが好き？これ、あ、これいいね。せーの。え、これ勝った人がプリクラキーごと変えるんでしょ？そうです。プリクラキーごとね。キーごとです。こりゃうわーマジか。最悪マジで。うわもう全然余裕、全然余裕。ちょろー、これぐらい払わせてくれ。部屋に置ける？え？これ部屋に置ける？部屋に置ける？部屋に置ける？先生！ゆうやさ、取る相手？まあ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 。さすが。いいよ。はい。せーの、この上だけ、だけ、来い。あのさ、ごめんね、400円ごとき早く決めて。500円な。これだけ見つけるよ、俺が払ってあげるから。いいよ。本当ごみじゃんけんじゃんけん。はい。マジかよ。これはもう長いに俺払います。せいせい。やべえ。あ、いいこいつよ。こっちも動画があんだから。ベッカー。あ、いいよいいよいいよ。ナイスベッド。はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。楽しかった。いやもう久しぶりの制服でね、より一層ちょっと若返ったんじゃないですか。若返りました。で、なんと皆さん聞いてください、今日撮ったプリクラ皆さんにプレゼントしたいと思います。応募方法があって、まずファーストベット全体のインスタグラムのフォロー、あとここのみんなのインスタグラムのフォロー、あとストーリーで、ハッシュタグファーストベットっていうのをメンションしてストーリーに上げてほしいんですけど、親しい友達だったりとか鍵アカだったりとかは自分たちのところに届いても反応することができないので、親しいとかじゃなくて普通の、ストーリーを上げてハッシュタグの方をつけて、ぜひ皆さん上げてください。お願いします。選ばせていただいて、俺たちのプリキュアプレゼントしたいと思います。ということで、次回のスーツ編でお会いしましょう。ベッド